そう、そこそこラジオ。夏になると聞きたくなる曲なんていうのがあるかと思うんです。けれども、今回はそんなミニアルバムのお話です。どうも風邪で喋り手などをしております。走行と言います。そこそこラジオというわけで、今回のテーマは夏を好きになるための6の法則の底がです。 これはザ・ミイラズというバンドのですねミニアルバムのタイトルなんですけれどもまあ僕はもう夏になれば毎年聴いてる本当にいいミニアルバムで2013年リリースということはもう8年か8年もう夏になると特に夏の初めなんかに めちゃくちゃゃくくきたくなって聞いている名です、ね、もう名曲揃い6曲入りのミニアルバムなんですけども文字通り夏のことを歌っている歌から夏とは直接的には関係ないけれどもなんかこう紅葉するメロディーが夏っぽさだったりとかもう「ザ・ミイラズ」まあ、畠山翔平さんが作詞作曲されてますけれども。 『ザ・ミーラズ』の魅力がもうふんだんに詰まったこれぞ『ザ・ミーラズ』というミニアルバムに僕はなってると思うんですけどもねまず1曲目の『真夏のトンデん兵イェイイェイエイェイ』でぶち上がりますよもう歌詞にもあるんですけれども 今だけサビだけは「ハイになってくだらねえ出来事忘れちまってなんていう風にこうね音階なのかなその上がっていく感じがめちゃめちゃ夏の高揚感「ハイになる気持ちを表しているというかより操作させてくれる一曲で。歌ってることは、まあ 通して結構やっぱザ・ミイラズ畠山翔平さんの特徴としてはシニカルな、まあ、チクッとこう刺すような皮肉めいたことであったりあとはこうクスッとできるような笑えるそれをちょっとブラックジョーク的なとこだったりこれもやっぱなんかこうひねられてたりとかしてねそういうところがまた歌詞がいいので歌詞をね ザ・ミーラズのホームページのリリックスというところでも歌詞だけを読めたりするんでまず歌詞から入ってみるっていうのもいいですしまあそして曲調がもうまくし立てる感じのザ・ミイラズならではのもうこれぞっていう曲からですねまたあの切ない楽曲「ファイヤーワークスなんかもねグッとくる。 わかるなこの感情なんていうのが入っておりましてそして何よりですね2曲目の名曲もねこれ夏のことを直接的に歌ってるわけじゃないんですけれどもメロディーかなやっぱなんかこう本当に高揚感あるんですよね名曲もいいこと歌ってるんですが僕がもうザ・ミーラズの中で一番好きだと。 言える「ニューワールド」っていう曲があるんですけども今までもね数々のメディアなんかでもおすすめというか本当に好きでっていうことを言ってるんですけどもまあ本当シニカルなことだったりするんですけど真を食うっていうかねやっぱりこう音楽の力をこう信じてるそんなまっすぐさを感じる 一曲でこれをまたこのものすごいまくし立てるんですマシンガントークではないかマシンガンシングっていうんですかこう,も,うものすごい言葉数で歌うんですけれども2013年の時点からでも結局この「 音楽業界変わってないのかもしれないです歌ってることはだって2000年代の洋楽吸収するのほらもう2013年だ今 k p o p が勢いを増しているヒットチャートは相変わらずアイドル人気だっていうあたりねこの8年経ってもやっぱ進化してないとか変わってない部分っていうのは先見の目もめちゃくちゃあるしそして僕がですね一番好きなサビの歌詞なんですけれどもこれはね もう音楽のみならずそういう何かクリエイティブなことを生み出していこうというものを作る人には響く言葉やと思うんですけど映画も雑誌も漫画も音楽もファッションもお笑いもテレビ番組も何でもかんでもニーズに応えすぎまだ見ぬ答えを見つけ探して提供するのが作り手の仕事だよ。 今ある答えななんんてもういらないらだよそれはもう終わった問題なんだよこんな時代なんだ好きにやろうこれをめちゃめちゃ早く歌うんですけどもめちゃくちゃかっこいいですよこの歌詞ねまだ見見ぬ答えを見つけ探して提供するののが作り手の仕事それを追い求めているバンド人物がザ・ミイラズ畠山。 翔平さんだと思いますもうこのミニアルバム多くの人が聴いてると思うんですけどもしまだ聴いてない人がいたらザ・ミイラーズ入門編にぴったりですし絶対感じるものあると思います新しい時代に間に合わないぜ世の中不景気でも心は無関係ね夢ならいつでも無料参加だなんていうことで。 どうせ見るならでかい夢見ようぜ世の中変えるくらいのことしようぜ明日死んでも構わないくらい今を生きようこの時代に本当に響く歌詞だと思いますしあとねあの畠山翔平さんはですね江ノ電であの高校に通ってた地元が湘南とか鎌倉の辺りということでそのミニアルバムにはですねおすすめのねスポット 江ノ島鎌倉編なんていうことで地図とね細かいねこう紹介欄が書いてあって僕もね実はそのリリースされた翌年にたまたま夏前ぐらいそう、えー、と確かデッドポップフェスティバルかなあのフェスに行って次の日時間があってなんていうことであそうや湘南鎌倉辺り江ノ島で シラス丼とか食べたことないし行ってみようと思って行ったんですけどちょうどこの「ザ・ミーラズ」の「夏を好きになるための6」の法則リリースされた翌年ということでこのねおすすめマップに江ノ電で鎌倉まで行くなら「乗り降君」という一日乗車券を買いましょうでこれならば、まあ、途中下車しても乗り放題なのでおすすめですっていうのが書いてあってその通りにしてねめちゃくちゃ江ノ島湘南鎌倉を散策いたしました。 夏のお供にぴったりのミニアルバム今日は掘り,です掘り下げてちょっとお話ししてみました「夏を好きになるための6の法則」もしまだ一度も聴いたことがない人がいましたらあるいは聴いてたけどちょっと最近聴いてなかったなとかいう人はこの梅雨明けした間近な この時期なんかにも特におすすめですので、聞いてみてはいかがでしょうか。そうこうでした。さよなら。バイバイ。